話が違うじゃないか。何をおっしゃいますやら。お客様の現在のポイントでは誠に残念ながら、ここまでしか見ることができません。が今ならなんとプレミアムボーナスポイント3倍キャンペーンにつき無料見放題。どうされるかはお客様次第。今なら私もついてきます。無料見放題、それ2つください。俺が最短を発動する前、道に転がっていた間因子をうっかりアトリが吸収してしまったことがあったとさ。これはそんなある夕暮れの話なのだ。アトリ、俺の話を聞いてくれ。この見境なしだ。何かというと死の死の死の、ちょっと目を離せばツンデレ女と思い出作り、ありなせのだけだけ利用してメールもらえば PK だろ。たまりなし。まだ相手が女性なら諦めもつく、挙句の果てに棒にまで、あんな小さな男の子にまで、その双子の姉の策までも。この土下動画、長谷尾さん、猫耳まで OK なんて、エンデュランスは仕方がないけど。え、なんで。ヤタはマニアックすぎ。俺の愛は無限に広がる大宇宙よりも広いんだ。この節操なしか。アトリー、それでね、彼が声をかけてきてね。兄さん、もう兄さん、ああ、グーンの話ちゃんと聞いてた？すまない、ちょっと考え事を思うんで。もうせっかく二人の出会いを話してるんだから、今くらい他のことは忘れてよね。これじゃあ私がバカみたいじゃない。考えていたのはお前のことだよ、アイナ。もう少しで仕事が一段落する。そしたら迎えに行こうって。兄さんと一緒に暮らそうって。本当？でも今クーンと同棲してるの。ゾーつけて。おいおいおい、うちのアイナに手を出しておいて。何なんだよその露出狂の女は。いい度胸じゃ。それが本命なのか、その服は貴様の趣味か、アイナにもそんな服を着せるつもりか。全く全然タイプが違うじゃないか。結局アイナはお遊びってわけだろ。貴様のようなやつと同じ空気を吸ってると思うと。さあもういいだろ、全てを終わらせよう。来たれ最短コルベニック。お兄さん。
アイナターン。